はいどうも、ナミナリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、ということで今回ですけど、チャンピオンズリーググループステージ第3節ヤングボーイズ戦、そしてリーガのね、第7節のビジャレアル戦に試合やっていきたいと思います。はい、ということで今回ね、チャンピオンズリーグです。まあ前回リバプールにね、バルサは3-1で負けてね、アウェーだったからちょっと厳しかったのかなと思いますよ。MSN もいなかったし、かなり厳しい戦いを強いられました。まあでもその中でマラドーナ1点取ったんでね、前向きな兆しはあるのかなという感じなんで、まあ次ヤングボーイズなんで、ヤングボーイズね、この大会からまだ1点も取れてないし、全敗してると。この勝たなきゃダメですよ、これはね。次もヤングボーイズアウェーであるんで、そこでも勝たなきゃ、あ、今回アウェーか。まあ2戦勝たなきゃいけないと、勝たなければ厳しいです。本当リバプールと離されちゃうんで、なんとかね、本当まだ1節が目指してるんで、そこで本当狙っていけるようにやっていきたいと思います。はい、ということで今日のスタメンこれでいきます。ゴールキーパー手足点左からフィリッポ、プジョル、ピッケ、右ロベルトですね。今日はちょっとピケと手足点がしょうがないから出してますよ。で、中盤にグアルディオラ、イニエスタ、シャビで、スリートップネイマール、スアレス、マラドーナですね。もう早くマラドーナ覚醒終わってほしいと思うんだけど、本当メッシ出したいね、本当に。まあでもどうなんだろうね、マラドーナ総合値。まあもう90この期間で行くのかな。スピードはそんなあるわけじゃないんで、そこは欠点ですよね。やっぱ90はな欲しいよね、さすがに。まああとネイマールとスアレスがね、久しぶりですからね、どんぐらい出るできるかですね、今日は。で、ヤングボーイズに関しては今日ツートップのニコラスムニエン、エンガマルね。エンガマル要注意です、ね、あとジャンピエールとか言いますからね。まあ前回のポンフェラディーナよりは強いけど、まあ CL 全体で見たら低い方なんでね、そこ本当勝たなきゃダメですよ、これは。まあこういう相手に今までね、何回も苦戦してきてます。だから本当ね、まあ前回主力組でやったエルチェ戦みたいな 2-0 の試合なんないの、ちょっとね、今日は本当に本気出してね、なんとか3トップ全開でね、勝っていきたいと思います。はい、あー、そうか、今回ホームですね。ホームでのカンプのさ、まあもうこれ以上の主力は本当出せんぞ、本当に。これは本当はメッシ育てたいんですよね。メッシ今19歳で96だからね、多分100超えるよこれ。いやー、今日スアレス、まあネイマールですよ。ネイマールもそこまで最近調子がいいわけではないんで、なんだかこれね、巻き返してほしいんですけども、ヤングボーイズも決して弱くないからね、全くね。まあ前久保とかいましたけどね、久保優也ね。さあリバプール抜くためにはここでね、勝ってなんとかリバプールの背中追走したいんで、なんとかね、この前回の敗戦チャラですよ、本当に。ペップ、あー、ダメか、間に合うか。ここ縦入ってきた、まずい、あー、ピケまずい、やばい、左足、あー、やばい、先制ヤングボーイズ。やっぱり油断してたらこうなってしまう、エンガマル。まあ、剥がされましたね、簡単にね。これが俺の癖なのよ、すぐ剥がされちゃうさ。この癖直したいんだけど、なかなか直らんよ、これは。まあ、前回ね、ポンフェラディーナに、まあ、勝って、ちょっと油断してましたね、これ、確実に、波の湯は。こっからね、これ取れると思ったんだよ、さっきのさと、これ、グアルティフェップがさ、そこで取れなくて、このズタズタいっちゃった感じだね。グアルティ上がってこい、その、上がってこい、フェップも上がってこい。そうそうそう、で来たよ、ロベルトからヘディングシュート、わあ、スワレス、わあ、今ペップか、なんでペップ上がってんのそこに。ロベルト、シャビ、イニエスタ、さあスワレスは裏狙うが、マラドーナ、やばい、でかすぎた。あ、でもスワレスチャンスか、まだある、スワレスまだある、マラドーナキープ、いや、ファール、ファールよし、来た、オッケー。さあネイマール、これいけるんじゃね。ネイマールこれいつも決めるよね、リアルで。さあネイマールの距離、よっしゃー、ネイマール、オッケー、これですわ、これですよ、ナイスよ、これ。やっぱりネイマールよ、これ。やっぱね、スアレスとネイマールいるだけでやっぱ違うんすよ。今までこの2人が出てる試合で負けたことないからね、これですよ、やっぱり。こっから主力組の快進撃が始まるか。これ主力だからね、本当ね、そこは本当みんな考えてよ、さすがに。やっぱネイマール、これリアルでもね、パリでも決めるようなシーンですよ、これは。シャビか、ここ来るか、来るが、来たぞ、プジョル対、おー、プジョル負けた。イニエスタ、オッケー、フィリッポ、そう、ネイマール、いけ、ネイマールいけ、そう、さあ、ネイマールのゾーンです、これ、ネイマールゾーン、さあ、スワレスか、中スワレスか、中マラドーナ来た、左足、来たー、マラドーナ、ナイスよ、これですよ、来ました、トートマラドーナ、それですよ。やっぱネイマール、えぐいね、裏抜けたら、今日ネイマール、ワンゴール、ワンアシストよ、これ。いや、だからネイマール、えぐいよ、本当に、これは。フィリッポとのワンツーからさ、やっぱネイマール、これ、好調の時は本当すごいね、でも不調の時は結構えぐいぐらいやばいっすけどね、本当に。ちょっと本当に簡単に行く守備やめよう。うわ、そっから上げて、そっから上げてきた、そっから上げてきた、嘘、そっから上げてきたの。いやー、今のはちょっとアーリークロス全然反応しなかった、これは。いや、ちょっと予想外の得点多いな、これ。いやー、ちょっとアーリーに弱いな、プジョルは全然反応してなかったもん、これ。ここですよ、これ。これ来ると思わないでしょ、俺全然何も準備してなかったもん、これ。こっからよ、いや、ほら、ペップやべ、ペップやばい、あぶねえ、そういう、そういうとこ、ほんと、そういうとこ、ほんと、なんで、なんでイニエスタ、なんでそれ、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、イニエスタ、やばい、やばい、ほんとやばい、ほんとやばい、おい、おい、ちょっと待って、イニエスタ、なんで今さ、ちゃんとタッチできなかったの、これ、そこで当たんのやめてくれよ、スアレス、そう、で、シャビ、来たよ、シャビから、さあ、スアレス、あー、オフか、これ、ロベルト上がってこい、ロベルトのとこフリーじゃん、フリーじゃん、ロベルトフリーじゃん、クロス入ってきて、さあネイマール、ちょっと待って、メッシ出そうか、じゃあメッシとデンベレ出そう、左で、あとジーニョとイニエスタ変えるか。さあ変えますよ、3人すごい濡れるからな、すごい濡れて、どうかですよこれ。あんま調子のところ怒るよ、本当に。ジーニョ来て、ジーニョから、そうだ、グアルディラ来た、ペップが上がってきて、ペップ
そうで、来たのはマラドーナ、打てマラドーナ左足、うわうわ、メッシからデンベレ、メッシ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 来た、左足、うそでしょ、うわっさあ、ジーヌの得意ゾーンか、フィリポ、チャンス、ペップ、ペップ上がってこい、ペップ上がってきた、ペップ上がってきた、さあペップ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 来たー、しゃー来たっけー、しゃー、ナイスペップがいるといい、そこに面白オッケー、来たぞ、やっぱペップ上がってくるもんな、なんか前回も上がってきてたもん、結構さ、それが出ましたよ、ちゃんと、オッケーオッケー、これですよ。いや本当はこんな苦戦試合したね、苦戦する試合しちゃダメなんだけどね、本当はダメだよ、こんな試合してたら。いやー、でもペップ上がってきて、これ正解よ、これ。ほら、最初後ろにいたけどね、基本的に前に入り込んだね。で、ピケから、来たね、IM のメッシ。メッシはファールふざけんな、てめえら!IM のメッシ潰したら、お前ら本当に北朝鮮に送るからな、お前ら。本当に相関する、お前らは。さあ、これメッシゾーンじゃない、これは。ねえ、メッシ決めましょうよ、これは。ネイマールも決めれたんだから、メッシもこれ決めれるよ、絶対。さあ、いい距離じゃない、メッシは、うわー、ボスで、行こうか。よし、シャビー。おー、ふざけんな、てめえら、ほんとに。いかがしろ、お前ら。えぐいよ。で、シャビー。ペップ。ペップ。ペップが今日輝いてる右足は、あ、正面。よーし、勝った、オッケー。あぶね、これ。いやー、俺は多分1失点があれ入れなかったね、ほんとね。あれは俺のミスですよ、完全に。あれがなかったら、ちょっと楽に進めたんですけども、結果的に勝ってたんでね、オッケーでしょ、これは。ヤングボーイズも多分本気出してきたと思うよ。動きは全然違うもん。絶対ね、1戦目と2戦目、絶対こんな動きしてないんだよ、絶対。ヤングボーイズも死ぬ者狂いで来ましたね、これね。まあ、今日ネイマールのフリーキック、そして助けられたら、ほんとね。まあ、ネイマール好調だったから、これこうなったわけよ。アウェイでこんな試合しないでしょ。そうすれば絶対勝てますから、ヤングボーイズには。まあ、正直こんな試合してたら絶対勝てない。あ、リバプールが4-1か、ベンフィカに。やっぱリバプールエグいな。ちょっとほんと次は勝ちたいんですけど、リバプールなんとか。まあ、まずヤングボーイズ勝てたんで、ね、これで勝ち点3取れて、まあ、2位は安定してるんで、まあ、ここからっすよね。ここからリバプールに戦う時までに、ほんとね、全勝して、なんとか最終戦かわかんないけど、そこのリバプールに臨めればいいかなと思っております。はい。はい、ということで次リーガです。リーガ次はビジャレアルですね。ビジャレアルも無敗です。しかも2位だから、ここで負けると離されてしまうんで、なんとかこれね、勝って、まあ、3位ぐらいに上がりたいですよ、なんとかね。まあ、ビジャレアル勝てても、リアルにも勝てないからね。ほんとそこは意識しつつね、ちょっとバルサはね、前半のね、不調ぶりがあるんで、そこね、なんとか払拭して勝ちたいと思います、ビジャレアル。はい、ということで今日のスタンドこれでいきます。ゴールキーパー、手足点検、左からアルバ、プジョル、ピケ、セルジロベルトで、中盤にグアルディオラとデコ。今日ちょっとイネスタが絶不調だったんで、デコです。で、シャビー、で、スリートップ、ネイマール、スアレス、マラドーナでいきます。まあ、今回控えないね、アレナとかね、デンベレいるんで、絶好調ね、グミいるんで、ここなどを生かしていきたいんですけども。で、ビジャレアルに関しては今日は、まあ、強いよね、普通にアルカセルいるし、パルホも中盤、パルホが一番危ないですね、これね。まあ、この中盤を攻略しない限りちょっと無理ですね。後ろも全然パウトルスとかアルビオラいるんで、まあ、決して弱くはないんで、なんとここね、パコをね、抑えながらなんとかね、勝ち点、ほんと3ですよね。まあ、ここから連勝、ね、ほんとクラシックまで連勝しないと無理なんで、これ勝ってね、なんとかね、クラシックまで全勝して、スリートップの中心上げてね、なんとかね、いい形でね、ほんとね、ビジャレアルに倒していきたいと思います。やっていきましょう。さあ、今日のカンプノはあまりいい天気じゃねえな。ほんとに、なんかやばい雰囲気が、気合がするんですけども、今日。リーガはちょっと不調ですね。まあ、チャンピオンズリーグ勝ってるけど、まあ、両立ほんと厳しいんだけど、まあ、そんなことは言い訳になんないんで、ほんとね、これは。今のところスワレスとネイマール出てる試合も上げてないんで、それがね、ほんとビジュアルに通用するのか、これ見てみましょう、これは。前線がこれだ、ちょっと開きすぎだな。プジョル。プジョル行け。プジョル行け。早っ!なんだこれ。早くてクロスやばい!よし。まずいぞ。ロベルト。ロベルト強い。ロベルト強いが、あ、やばい。ここで、あ、パコ。パコ。あーそう!いやー、今プジョル行けなかった、ここで。ここですよ、ほんとに。もうこれだってだから、マジで。いや、今さ、今くっつかないでさ、対応したんだけどね。足出せなかったか、プジョルは、これ。やっぱ、出てるな、調子が、これ、確実に。ここで、これ、レベル、ロベル取ると思ったんで、それも取れなくてさ、で、ここだよな、足出なかったか。そう、シャビ。シャビからさ、そっちか、ペップか。あー、でもスワレス、ファールか。ペップ、おー、打って。シャビ、シャビのところが、全然来ない、これ。ほら、ないよ、ほら、これ。いや、ビジャレやっぱ、普通に強いわ。ちょ、待って、やばいやばいぞ、これ。おぶれ、いやー、そこ来るか。ちょ、待って、ほんとに。ペップから、ペップ来た、まずい。ここだ、左足の。うぅ来るぞ。ゾーンだからな。負けることないだろ、これで。おい、待って待って、うそでしょ、今の無理なの、これ。ちょっと。ちょっとビジュアルやろ、おかしいって本当に、これ今日ここで競ってさ、デコでしょ負けたの、これもうデコ、グアペップ上がってこい、ペップ上がってこい、ペップの上がりが重要、これで、ペップ来い、ペップ、ペップ来た、ペップ右足はもうそこ入れたいんだよ。よし、プジョル、ナイス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 、プジョル、ナイスよ。で、デコ入ってこい、デコか、デコ、デコ来た、デコ来た、デコ来た、うわ、デコ決めろ、デコ決めろ、左足、よっしゃー
デコ来た、オッケー、とうとう来た、これですよデコ、ナイス、よし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 、まあ負けるわけがね、これは攻撃シーンはこっちはね、ビジャレアル全然格上ですからね、これ。だからやっぱメッシがやっぱ早くね、本当にマラドーナの格下げ終わってさ、メッシがいないとやっぱきついの、やっぱ3人いた時の回答やばいじゃん。だからそれを本当再現したいんですけどね。ここで中盤戻らせなきゃいけない。歩かせる、そう。来た、そこから、熱い、手足ていけ、やばい、よーし、手足がナイス、それだ。やっぱリーガーなんておかしいんだよ、絶対。来たぞ、プジョル、危ない、よし。やばいぞ、まずい。いやべ、そういうとこ、そういうとこ、ほんとそういうとこ、よし、変えましょう。誰入れるか、デンベレ早いの、今日デンベレ今日好調だから、デンベレと、そしてアレナとデコ変えようか。あー、どうしようかな、グリーズマンとか良さそうだな、今日グリーズマン行きましょうか、今日ピケは、あ、やばい、ピケまずい、来るぞ、プジョル、あ、そう、危ねえ、プジョルなんか今日おかしいぞ。で、行け、前、もうメッシがいればさ、ちょっと楽だったのに、本当に楽よ、これは。で、デンベレ来た、デンベレチャンス、デンベレのスピードか、高速スピードか、デンベレ、ファール、よっしゃ、暗い、お前ら、本当に。蹴れる、誰がいる、あ、しゃべいける。さあ、ネイマールとかはちょっと変えちゃったけどな、残りで、現メンバーで頑張るしかない、これは。シャビのボールは、よっしゃー、来た、シャビナイス、やがった、これですよ、これ、シャビナイス、来た、これがシャビの男、よっしゃ、危ねえよ、もう今日勝たなきゃ、本当レアル追走できないですからね、これ、あと、残り15分あるんで、これ、なんか勝ちましょう、これは。いやー、でも、まあ、1点目もいらなかったけどな、あそこにいさせなきゃいいんだよ、本当にさ、まあ、でもね、これ、結果的にね、まだ追いついたんで、まだ15分ある。くっついたら終わる。そう、来た、まずい、パコ、よっしゃい、私伸ばした。あと10パーで、全然デンベレのスピード一発でいける。マラドーナ、よし、勝ってる。オッケー、勝ってるけど、来たぞ、グアルデロか、ペップか、まずい、抑えてけ、ラベート、よっしゃい。また相手もね、多分結構ね、もう負けてるんで、そんな、さあ、デンベレか、チャンス、デンベレ、来た、デンベレ、ファール、よっしゃ、来た、オッケー、来たぞ、これですよ、ラスト、あと。いや、全部入れて正解っすね。壁そんな高くないね、左。オッケー、これいける。10番と5番の間。これだ。さあ、これ、シャビ来い、よっしゃー、来た、オッケー、シャビナイス、よくやった、これですよ、シャビ。これです、シャビの、この決定力。よっしゃ、オッケー、これですわ。いやー、ほんと、シャビな方やべえな、これ、ほんとに。どうなってんだ、ほんとに。前線がまだね、なんとかなってるから、ほんと、勝ててますよ、これ。守備ほんと、どうにかしていかなきゃいけんな、これな。いや、でも、勝負強さ出てきてますよね。前回のヤングボーイズ戦から。あれから出てきてる、絶対。いや、2試合とも3人か。いやー、シャビ、えぐい。ここで負けんのは許されへん。さあ、ピケ、よし。さあ、何回ってきて、やばい、よしよしよし、オッケー、よーし、これ出しだ、よーっしゃ、勝った、オッケー、ナイス、これで。やっぱえぐいね、今のバルサ、本当に中盤が得点力もあるというね。いやー、これでメッシが早くね、マラドーナ覚醒終わって戻ってきてほしいですけど、やっぱメッシいなくても勝てるチーム作れてるんで、今日5本で4点でしょ。だからやっぱデンベレがなかったと思う、後半のデンベレすごくでかったですね。デンベレがなかった、ファールがなかったら本当に終わったんで、なんとか、ね、デンベレにも勝たいと思いますよ。さあ、勝ちました、素晴らしい。もうこれじゃなきゃ本当ダメなのよ、レアル勝ってんな。レアル負けてくれ、どっかで、まあ、5位上がれましたけど、まあ、こんなんじゃ本当はダメですから、次マラドーナね、ここから連勝ですよ、連勝解除いって、なんとかレアルね、本当に21ポイント7差か7差ですけど、そこを追いつけるようにやっていきたいと思います。はい、あ、アラーホとオリオールブスケツに来ましたね。じゃあちょっとオリオールブスケツ売っちゃいましょうか。一応出す予定よね、いた。だからちょっとジローナ再交渉しましょう。まあ210万ドルぐらいかな。うん、これでいこう。あとアラホにも来てるんで、アラホも売りたかったんで。ビジャレアルから来てると、さっき言ったビジャレアルですね。まあ、これも1000万ドルぐらいも上げていきましょう。うん、冬にね、本当補強したいんだったら、こんぐらいね、売却どんどんしていかないとね、本当ダメなんで。はい、はい、ということで今回ね、まあ3人でね、2試合4試合してるのはちょっとまずいけど、結果で勝ててるんで OK でしょ。まあ見つめ直していかなきゃいけないですけどね。で、次エイバルとグラナダちょっと裏でいってきます。ハイライトでね、まあ、グラナダも普通に弱くないんで、4位だからね、2試合勝てるからですね。で、次あるのヤングボーイズですね、アウェイとの一戦。ここでまあ勝てればほぼ決まりでしょ、これは。で、ヤングボーイズ終わったら来ますからね、ベンフィカも5節にあるから。で、レアルとのそろそろ近づいてきてからね、クラシコがここで勝てるかですよ、本当に。ここで勝てなければ終わりなんで、ここね、ここですから本当にね、勝負は。そこまでにリーガー連勝してね、チャンピオンズでも連勝してね、レアルとのね、クラシコを迎えたいと思います、次回ね。はい、という感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さあ、スワレス空いたか、スワレス空いたか、スワレス、もう一回、ネイマール、スワレス、ファール、おー、ネイマールとこファール、よし、来た、オッケー。さあ、ネイマールくんです、これネイマールゾーンね、もう確実に。しっかり狙いを定めて、ネイマール、さあ、来い、来たオッケー、ネイマールナイス、これですよ、来たね、これですよ、ネイマール、これ、やっといいの来たよ、ネイマール、これだよ、君は。いや、ネイマールフリーキックもう入りますよね、高確率で、これは 100% 入る、これは。デコから、来たね、デコ来て、さあ、スワレスの右足はシュート入った、スワレス入ってしまった、これが。
これですよ、ナイス、これスアレス。やっぱこれっすよね、スアレス。やっぱネイマールとスアレスとやっぱ違うのよ、本当にこれ。だって負けてないでしょ、だって証拠でさ、ねえ、それが証明してるじゃん、もう。この2人がいれば、バルサ無敵だもん。アルバ君は入ってきて OK。で、アルバいける、アルバいける。さあ、アルバのボールか、スアレスがファーサイド呼んで、イニエスタシュート、イニエスタこれっすよ、これ。来た、OK よ。やっぱ完璧っすね、これ。あ、イニエスタのパワー出ないか。やっぱなんか違う、本当にこれは。スアレス、ネイマール効果はやっぱでかいよ、これ。これにメッシが加わったらどうなってしまうのかっていうことですよ、これは。まあ、アルバのクロスも完璧だしね、イニエスタこの中にいるというね。イエーイ、仕方 OK！ ネイマール、スアレス、イニエスタ。3点です、これで今日。OK。やっぱネイマール、スアレスでは絶対いなきゃダメですよ、これは。やっぱクライファートとか打ってよかったね。グリーズマンとか。グリーズマンまだいますけど。まあ、この3人に変わるフォワードも出てこないと思うよ、本当に。あれ、中にスアレスとか入れれば完璧だったんだけど、さあ、中来て、ヘディングシュート来たー！ OK、誰だこれ。デコ来ました。OK、これですよ。デコ最近調子いいなね。前回ヤングボーイズ戦では決めたような気がするんですけど、やっぱ違うね、やっぱ。中盤の格が違えよ。イニエスタも今日不調出してないけど、それでこれだからね、本当に。いや、これよ、シャビの正確なピンポイント、これ。終わりだ、終わり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 。よーし、勝った、OK！ 2連勝です、バルサ、素晴らしい。OK、ハイライトしては2連勝ね。これまあ3連勝ですけど、勝てる趣味になってきてますね、これね。まあね、失点も減ってきてるし、OK じゃない、これで。あとはもうマラドーナ覚醒を、メッシが戻ってくるよね。かなりでかいんで、これを続けることですね、本当に。